久保さんシシュュリリにしましまょうかシュハリこう千利休の言葉ですね。で、これね、当時ね、山口陸さんがね、よくあのセミナーとかでね、このシュハリをね、よく言ってたんですけど。<laughs> あのー、まあ僕はね、パクれパクれって言ってるんですけど、パクるって言うと、なんかその、まあ言葉が汚いというか、 まああんまりいいイメージは持たないんですよね。でもこの千のりきゅさんが言ってるこの守派人だと、まあ結構結構綺麗なんじゃないかなと。で、このシュっていうのは何かっていうと、師匠から教わった形を徹底的に守るとこから修行が始まると。師匠の教えに従って修行鍛錬を、その形を身につけたものは、師匠の形もちろん、えー、なんだ、その形をこう、つけられるっていう。だからまず最初は、まあ、まる。 まあ師匠のやり方を真似ていく、ね、その後あの離れるそして独,独自性みたいな話で最初のやっぱその 1+1 は覚えないといけないですよねうんでそれは誰から 1+1 覚えるのかって話で 1+1 を覚えてない人が多分その数式のすげえ天才数学とかなんかすごい数学とか解けないと思うんですよね基本は絶対必要なので型っていうのは。 例えば何すかね、まあ発信をするっていう基本。まあとにかく発信をするっていう基本だったりとか、なんかその、まあ前提条件ですよね。うん。だから例えば、まあ僕だったら発信の仕方は僕に真似なくてもいいんですけど、考え方ですよね。発信に対するマインドとか考え方、まあ凡事徹底とかね。まあそういうのを、師匠の形を守っていただけると、まあ多分稼げ、それ、それだけでも稼げると思うんですよね。 まあ僕を師匠とするならば、久保さんとのやりとりももう4000回ぐらいやってますよね。凡 <laughs> 事徹底みたいな。だこれ真似ていただいて稼げないってことはあんまないと思うんですよね。<laughs> シュハリですね。いってらっしゃい。